この大黒政宗なんかでもね、灘の準大手だって、で震災までは大手と同じような作り方してたんです。いいのは手作りで、その他安いのは機械っていうことで、でもやっぱり作り手さんのことしてみたら、灘によって機械で作っとったらあかんや、灘の酒がどんどん馬鹿にされるやみたいになって思いながらも、まあ商売上ねやってたんですけど、震災でこれは潰れた時にこれやったら一回潰れてしまったんやと思って、で今まで作りたかった飲んでもらいたかった酒を作ろうやっていうことで、もう機械全部やめて、業界では気狂ったんちゃうんかってなったんですけど、それで再スタートしたんですよ。でその時からうちのお付き合いでねさせてもらってるんですけど、やっと20年ね経って、やっとお客さんに分かっていただけだした。だから信号機にどんどん使ってもらえるようになった、それも宣伝見たから送るっていうんじゃなくて、大体の方は自分で飲んで美味しかったから送ろうっていう方があってね、だから正しい方向だとは思うんですけど、いかんせんここまで行きませんので、息子ともよく言ってるんだけど、たまにね、家から水面近くまで行かんとな、窒息してしまうなって、いつも水の底ばっかり泳いどったらあかんでとか言って言うんですけどね、船本さんも頑張ってくれてるんで。